俺これにオンデマンド。メグインだ。はぁ、久々にね、久々にね、消されてしまいました。いや、あれだよ。もしかしたら消されるかなぁと思ってたんだよね。Today's movie is Despair! ですよ。Despair or Delete? 尻をね、尻を出しすぎたんだよ。いやー、マジ。尻を出しすぎたね。ほんとに、もう6ヶ月間、罰則です、これで。もう6ヶ月以内に、だからそういう尻を出しすぎたような動画を出した場合に、俺のアカウントが消されてしまうかもしれない、という警告をいただきましてね。どうだったんだろうね。モザイクはすごい厚めにかけたんだよ。俺も一応こう気を使って。だからもうちょっと俺のこの6ヶ月は尻出さないから。パンツとかちゃんと履くから。もうメグアートとかさ、できないわけですよ、もう YouTube で。悔しいじゃないんですよね。まあもう、使ってるからしょうがない。だから尻を出した動画は、DVD にたくさん入ってるし、メグアートも次の DVD には必ず入れるんで、皆さん楽しみにしておいてください。だから尻は DVD で。それ、ちょっと語弊があるけど、だから過激なやつはいつもライブでやってます。まあ大体メグイン丸くなったってよく言われるけど、丸くなったわけじゃないんですよ。過激なことをやると YouTube で消されちゃうんね。消されちゃうんですよ、結局。消されちゃうから、そのコミュニティのガイドラインに沿った映像を作ってて、で今日みたいにちょっとこう、はっちゃけると、こう、デリート。ね。まあ、いろいろ事情があるわけですよ。昔のメグインに戻ってよとかよく言われるんだけど、俺だって昔のメグイン戻りたいよ。もっとうえーとかやりたいけど、まあいろいろ戻れない理由っていうのが大人にはっていうか、まあ日々ね、物事っていうのは進化してるからね、それに対応できない大人はダメな大人ですから、まあそういうことですよ。まあ今日は俺も反省してます。とても、いやいや、反省じゃないよね。反省じゃないんですよ。まあ、コミュニティのガイドラインを、ま、書いたとこで審査するのは人間の裁量だから、まあ、ちょっと今日は、まあ、残念だなと。まあ、かといって YouTube にも文句言ってるわけじゃないし、俺はもうあくまで使わせてもらってる側なんで、これやろうとか言うのもないけど、まあ、自分の作品が世の中に出なかったってことはちょっと残念ではありますよね。本心はね。まあ、しょうがないっす。It can't be helped. そのわけで、今日はこんな動画になってしまいました。というわけでですね、明日からのメグイン TV 通常営業でーす。じゃあまた明日、ハッピーニューイヤー。